って刺身にしていきます。エラと内臓を取り除いていきます。まずはこのエラの膜を切ります。で、手前の付け根を切ります。そしてまたこの膜を切ります。そして切り開いていきます。で、付け根を切り落とします。で、この付け根ですね、これを V の字にカットしてください。そうするとこの内臓が取れます。この膜が入っていましたね。内臓から可食部を取り分けていきます。まずは卵巣から。で、次に心臓。これも美味しく食べることができます。よく揉んで血を抜いてください。あと胃袋ですね。胃袋は切り開いてください。そうして中をしごきます。こうして塩と酒で揉んで湯引きしてください。そうすれば美味しく食べることができます。血合いに切れ目を入れてからブラシで洗い流していきます。このようにきれいにしてください。水洗いしたら、水分を拭き取ってからさばいていきます。まずはこのヒレ、胸びれと腹びれのところで切り落とします。斜めに入れてください。このように斜めです。で、背骨を断ち切ります。で、裏を向けます。こちらも同様です。頭を食べやすいようにカブト割りにしていきます。あとは粗になるようにして使ってください。マグロのさばき方は様々ありますが、この程度の大きさなら普通の魚と同様にさばくことができます。腹、背、背、腹の順番で包丁を入れていきます。まず最初に皮だけ。次に奥に入れ込みます。中骨の上まで入れてください。で、背も同様です。最初は皮だけ。で、次に奥に入れます。こちらも同様に中骨の少し上まで入れてください。そうして、尾に包丁差し込んで、腹骨を断ちます。
このようになります。腹骨を切り取っていきます。最初に逆そ包丁を入れて、つなぎ目を外すと切りやすいです。この部分ですね。で、少しずつ切っていきます。次に血合いを切り分けていきます。腹の方に残していきます。大きめに切ってステーキなどにすると美味しいです。次に、取るか取らないかは自由ですが、残っている血合いを切り取っていきます。このように取ってください。皮を引いていきます。滑ってつかみにくい場合は、こういった布巾などを使ってください。それでは、ハラミを平作りの刺身に切っていきます。平作りにする際は、このように包丁を持ちます。そうして、この内側に入るのではなく、外側に少し向けてください。根元から刃先まで、こうなります。それでは、マグロの刺身、アラに、血合いのステーキと、焼酎の水割りで乾杯です。まずは、血合いのステーキからいただいてみます。血合いに関しては、煮るよりも焼いた方が美味しく食べられると思います。次に、膜を使ったアラニをいただいてみます。マグロの卵です。メインの刺身をいただいてみます。横アの身は柔らかいので厚めに切った方が美味しく食べられると思います。もちもち食感で美味しいです。クロマグロの幼魚、横アメジマグロは比較的安価に手に入るので見かけたら試してみてください。